藤原の住友は己の罪について生命に語りかける。一方、長らく魔界から姿を消していた高山右近はその妻ジュスタと共に現れ、越智康成の傷を治す。末高房は冥界に向かおうとする俵の淘汰と対決するが、その淘汰の真意を汲み取り行動を共にする決意を固める。冥界と同盟を組んだ真田重雄氏にも動きが。傷の癒えぬ葵を穴山小助が襲うが、霧隠れ才蔵がこれを阻止、そして葵の中に浅木が復活する。冥界軍は魔界少女剣真田重雄氏を加え、里見八犬士の守る重衡の砦の総攻撃を行う。激闘の末、里見八犬士は重衡の砦を奪われる。その頃、安成の傷を治すため天才薬師である愛水光斎のもとに向かった鶴姫は、同じく異光斎のもとに向かっていた猿飛佐助と対決する。その二人を見守る謎の少年。藤原の住友は己の目を犠牲に滝夜叉の傷を癒す。そしてこの世の最後は高山右近の中に眠るイーブルとジュストの対決。妻ジュスタの歌声とともに戦う二人の右近。その先には。